羽生は、日本国山口県西部の地名。山陽の出し生単部、下関市と上市のほぼ中間に位置し、巣尾灘に面する。国道2号と国道190号の結節点であり、山陽オートレース場が所在する。当項目では、大和羽生を中心に、かつて、朝軍羽生町であった区域にある大技福田。 大技繋の田を合わせた山陽小野田市の羽生地域について解説する。羽生町、生田村については近現代において扱う。羽生地域の総人口は6,264人、総面積は2 4 6 3トルである。羽生の中心集落丘陵地山陽小野田市西部の海岸平野に位置し、周辺を石山山地、 津野田丘陵などの丘陵地に囲まれている。下関市に隣接しており、同市と密接な関係を持つ地域である。中心集落は、ハブテ地チに形成された漁村集落であり、周辺の福田、津野田は農業を主とする。主な河川としては、志根川が大持集落から、前馬川が北東部の福田からそれぞれ南流し、津を名題注ぐ。ハブテーチは、 両河川の下流部に広がる谷底平野である。南東部の角の谷は三条期の丹田が広がり、昭和中期まで採掘が行われていた。波生は瀬戸内海式気候と太平洋側気候の接点に当たり、両気候の性質を合わせ持った気候となる。波生にアメダスは設置されていないが、旧山陽町の1971年から1980年の 統計によると、年平均気温は、摂氏15度、年平均降水量は、約1600から1700ミ、mm、リメートル、降雪日数は、年4日という、降水量の3分の1は、梅雨期に集中する。ハブ地域においては、縄文時代、弥生時代の遺跡は希薄であるが、これは1980年代時点で、ほとんど調査がなされていなかったことが理由である。古墳時代後期には、 津沼田に平松古墳群が築造され、古墳時代末期には、羽生にも、複数の円墳が築造された。縁儀式には、山陽道の駅下として、羽生が記されている。これが地名としての、羽生の書室である。鎌倉時代初頭の羽生地域内には、岩清水、八幡宮の荘園として、羽生、荘津沼田所が置かれていた。文献上では、羽生荘は、 上安元年、津根の手所は任次元年がそれぞれ所見であり、羽ブ荘は文安二年においても存続していた。後に、朝軍東部を拠点とする古島氏が当地へも勢力を及ぼすようになったが、室町時代初期に古島氏が滅亡し、長戸国が大内氏の支配下となった後は、大内氏諸氏の所領が見られるようになる。羽地域から九州方面を望む近世の羽地域は、 萩藩半寮となり、吉田裁判が地域の支配に当たった。萩藩半寮は、倉入地と丘陵地に大別され、羽生村は倉入地が多く、つぶた村はほぼ全域が丘陵地であった。地域内には、当初、羽生、つぬのたの2村があり、江戸時代中期に羽生村から福田村が分立したが、道村は、以後の資料でも羽生村の一部とされることがあった。資料によっては、 大持ち、小羽生が独立した村として記載されており、江戸時代後期の天保期には、羽生村が、羽生村、小羽生村、大持村に分割された。これは、長婦藩領の飛び地が、羽生村内にあったためだとされており、実際に福田、小羽生、大持ちの三村は、長婦藩の支配下であった。この時代の採用道は、朝羽生オから、朝吉田尾ズ経由に変更され、 羽生は枝道の扱いとなった。ただし枝道であっても九州方面への近道となることから利用は多く、年代は不明であるが、枝道との分岐点には下関や九州への渡航を禁止する建て札が建てられていたという。山陽道が通過する福田には一律下が置かれていた。慶長五年の県地における国高は、羽生村が約五百六十国。 つぶた村が約785国であった。行政区域の変遷1871年の廃藩地県とそれに伴う府県合併により山口県が発足する。その後、大区省区制を実施することとなり、1874年1月に旧来の吉田部が山口県第13大区に改八百七十五年八月には、羽生、常野田、福田及び、 軍村の一部をもって、大重症区が置かれた。1878年に軍区町村編成法が制定されたことに伴って、大区症区制は廃止され、旧来の軍、村が復活することとなり、翌1879年には、朝軍が、そして羽生常野の田、福田の三村が再発足した。1884年になると、羽生、常野の田、 福田の三村を管轄する連合誇町役場が、羽生村の羽生市に置かれることとなった。これが口述する、生田村の前身となる。1889年4月1日の町村政施行に伴い、羽生、福田、津野田の三村が合併し、生田村として発足、1948年6月1日に、調整施行し、羽生町と解消した。 いわゆる昭和の大合併により1956年9月30日に朝町と合併し山陽町の一部となり自治体としての羽生町はこの時に消滅した。さらに2005年3月22日には山陽町と小野田市が合併し山陽小野田市の一部となった。幾田村、時代幾田村は1889年4月1日の町村制に伴い羽生福田。 杉野のの三村が合併し発足した。県の当初案による尊名は、羽田村であったが、校長から、生田村への変更案が上申され、それが認められることとなった。1913年8月27日には、生田村役場が火災に遭い、2階建ての庁舎が全焼した。同時に、村会議事録も消失したことから、明治期における羽入地域の動向をつかむことは、 ほとんど不可能となっている。1912年における、生田村の産業は、農業、漁業が中心であった。職業別個数の割合では、農業が42.1%、漁業が24.9%であり、商業は18.7%、これに対し工業は1.9%に過ぎなかった。金融機関については1899年10月に、 小野田銀行派入出張所が置かれ、1920年8月に支店に昇格、1923年には百0銀行との合併により同行の出張所となった。百0銀行は山口銀行の前身であるが、山口銀行としての進出は1949年のことである。総人口は1930年が4229人。 1945年は5810人、1956年が8994人であった。戦時下に人口が増加したのは、村内の炭鉱へ従業員が集まったことと、疎開者の転入が増えたことが原因である。炭鉱の活況とともに、炭鉱従事者と漁業従事者の数がほぼ同じにまで増加したことから、1948年6月1日に、 調整を施行し、ハブ町と解消した。1942年8月27日には、スオーナダ台風が襲来し、高潮の被害を受けた。生田村では1660人が離災し、1名の死者を出した。朝町との合併1953年9月に、町村合併促進法が制定され、いわゆる昭和の大合併が推し進められることとなった。 町村の適正基準は人口8000人とされ、羽ブ町はそれを上回っていたが、翌1954年2月に山口県から示された計画案では、朝郡西部の朝町、羽ブ町、大木村、吉田村の4町村で、新市を構成することが求められた。案を受けて、羽ブ、大木、吉田の3町村は、4町村で合併すると、当たんの朝が、 中心地となる懸念から、先に三町村が合併し、後に朝町を加える方向で進めようとしたが、この案は解消され、同年7月に、同年10月1日付の合併を目標とした、合併促進協議会が設立された。四町村の合併に最も熱心だったのは、羽生町であった。これは、新市の中央に位置し、市役所が設置される可能性を期待したためである。 しかし、大木、吉田両村は、下関市への編入を希望し、1955年7月1日に、同市へ編入されたことで、合併計画は頓挫した。1956年になって、麻、羽生寮町の合併話が浮上する。しかし、当時の羽生町は、下関への通勤者が多く、買い物も下関、小野田方面が中心で、麻との交流が乏しく、 下関もしくは、小野田との合併を望む声、そして適正規模であるとして、単独調整の声に4分されていた。当時、麻町の財政が悪化していたことも、懸念材料とされた。1956年5月末に、合併促進協議会が設立され、7月31日には、下関もしく小野田との合併を前提とした、合併でありたい、すなわち、 第二次合併も視野に入れるという方向性を示した。これは、下関市が羽生町を編入する意向がなかったにもかかわらず、依然として、下関市への編入を希望する声が強かったためで、ある。8月24日には町名を山陽町と決定、9月30日に朝町と合併し、山陽町が発足し、自治体としての羽生町の歴史に幕を下ろした。 山陽町発足後、最初の課題は、この第二次合併であった。下関市の山陽町を編入しない意向は変わらず、三根市と楠木町からも断られ、最終的には小野田市が唯一の交渉相手となった。1957年9月6日に住民投票を実施し、合併賛成が4719票、合併反対が7056票となり、 第二次合併問題は一応の終結を見ることとなった。干拓工事波乳干拓下の海波乳干拓は1954年に大きい干拓波乳工区として造成が認められ、1962年に着工、総工費約5億2000万円をかけて1966年5月に53.5ヘクタールの土地が完成した。しかし、同時期より米余りが叫ばれ、 原産政策が取られるようになったことから、入植者工房は初期を除き1982年まで行われなかった。ハブ観宅は長らく放置状態であったが、21世紀に入ってから観光農園、花の海が進出している。ハブ漁港、ハブ漁港が所在する。2001年時点では、養殖、沿岸漁業イコール8、2の割合で創業しており、アサリの栽培を、 主としていた。同年における陸揚げ金額は約2億1500万円であった。養殖は1980年代時点では乗り車エビ、ガザミが中心であった。なお、ハブ漁港には山口県漁業協同組合のうち、採用の出し、下関市の総名田川を統括するハブ支店が置かれている。かつてのレッドキャベツハブ店中心集落に商店が並び、 国道195号沿いに複数のロードサイドショップが立地するが自然体として見れば小規模である。地域内にはホームセンターのコメリ、コンビニエンスストアのセブンイレブン、ファミリーマート、ローソンが所在する。常実の通り昭和中期より大きな買い物は周辺の下関、小野田で済ませる傾向がある。近隣の大型店舗としては下関の夢田うんち小野田の 小野田サンパークなどが挙げられる。津野田の県道津野田軍戦沿いには飲食施設が連なっている。かつてはスーパーマーケットがあったが閉店している。山陽オート山陽オートレース場は屋内オートレース場の移設という形式で、1965年4月10日にハブアザー赤松に完成し、レースを開始した。当初は、 山陽振興が施設を所有していたが、1971年以降は、同社の経営権が町に移り、1975年には、完全に徴営となった。羽生が設置場所として選定された要因としては、下関市、北九州市に最も近く、国道2号沿線であったことがあった。話が浮上した1958年当初は、ハブアザ、 赤子ネーの設置の方向で進めていたが、羽生小学校が資金にあったことから同意が得られず、場所を自己羽生に変更しても同様で、1963年7月に現在地へ変更したところ、ようやく許可が得られることとなった。1965年8月には、当初の予定地であった松原に観光施設、山陽パークが完成したが、1970年代以降、 入場者数は減少の一途をたどり、1972年以降、遊具を順次撤去し、最終的にはプールとプラネタリウムを残すのみとなって、閉園した。現在は、四根地区公園として整備されている。山陽オートレース場の運営により山陽町の財政は好転し、昭和40年代には、高度経済成長も伴って、町内の諸施設が整備された。例として、 町役場は1967年に竣工し、ハブ公民館も同年完全改築された。超財政を潤した産業オートレース場であったが、後に収益は悪化。1997年度以降は赤字に転落し、ハブ地域で工業が始められたのは、常の谷赤石炭鉱が開け荒金した1876年のことである。当時は需要が小さく、 スヌノタ炭鉱と共に閉山するが、1932年にはハブ炭鉱が、1937年にはイクタ炭鉱がそれぞれ再開した。上実の通り、戦時中の人口像は工業の盛況によるものが大きかったが、1950年代後半になるとエネルギー革命により炭鉱は斜陽化し、1959年5月にイクタ炭鉱が、 ハブ単校が1969年4月に閉山された。地域内には2021年度現在、1の幼稚園、2の小学校、1の中学校が所在する。高等学校はないため周辺地域へ通学することになる。羽生小学校はハブ、福田の全域を通学区域し、つぶた小学校はつぬのたの大部分を通学区域とする。 呂小学校の主な進学先が、ハブ中学校となる。また、国道190号沿いに、羽ニ幼稚園がある。羽ニ小学校は2020年度より、ハブ中学校敷地に併設されており、小中一貫教育を実施している。つぶた小学校は2014年度以降は、複式学級を有しており、今後も、児童数の前減傾向が続くと見られることから、2022年度に、 羽生小学校への統合が予定されている。羽生小学校は1873年に開校。当初は、津野うの田,福田に分校を置いていたが、前者は1975年に独立。後者は1976年3月に閉校した。1910年より、羽生幼稚園の北側に立地していたが、2020年に、羽生中学校敷地内に移転している。つぶた小学校は、 羽生小学校の分校として1874年に開校。校区内にあった炭鉱の最盛期には児童数が300を超えたため、独立校とする胸の主張が上がるようになり、開校から101年後の1975年になって、山陽町立ぶた小学校として正式に独立した。なお、小学校は、羽生、福田、ぶたともに、寺小屋が前身である。 ハブ中学校は6.3世に伴い1947年に開校した地域内唯一の中学校である。羽生幼稚園は1974年に開園した市内唯一の公立幼稚園である。2010年5月1日現在の園児、児童、生徒数は、羽生幼稚園が43名、羽生小学校が203名、つぶた小学校が69名、 ハブ中学校が124名であり、1学年あたりの学級数は、ハブ中学校及びハニュ小学校の3年生を除き、すべて1学級であった。社会教育施設としては、採用の出し役所ハブ支所に併設して、ハブ公民館が、また、ツヌノタに、ツヌノタ会館が所在する。保育園はハニュに2カ所、ツヌノタに1カ所設置されている。青い保育園は、 ハブアザ下市に、桃太郎保育園は、ハブアザ西側に、ツヌノ保育園は、ツヌノ電磁統合に所在する。青い、桃太郎は、私立、ツヌノは、公立、三保育園ともに、定員は45名である。また、小学生のうち下校後に保護者のいない児童を対象とした児童クラブが、ハブ地区複合施設とつぶた小学校に設置されている。 国道190号大餅集落を通る県道が、山陽線一般国道は地域を東西に貫く。国道2号、下関市境付近で国道2号から分岐し、羽生の中心集落や津沼田を経て、宇部、小野田方面に至る国道190号の2路線がある。2路線ともに国が管理する指定区間である。国道2号は朝、 羽生バイパスが言動として強用されている。羽生地域内においては、団合峠から、羽生・ア中村までが2001年に、羽生・ア中村から、下関市、境までが2006年にそれぞれ開通し、2008年の全線開通に伴って、従来の路線は、国道190号、指導団合道場支線となった。2001年の開通区間には、山陽自動車道、 ハニューインターチェンジが設けられている。高速道路については、隣の中国自動車道オ月インターチェンジ、ミネシインターチェンジへのアクセスも可能である。県道は4路線が地域内を通る。ハブ停車場線は、文字通り、ハブ駅と中心集落とを結ぶ。奥まぐら山陽線は、中心集落から福田を経て、ミネ市に至る路線である。山陽線は、 中心集落から大持集落を経て、下関市吉田地区、東港湾方面に至る。津野田群線は、津野田の海岸線を通る県道である。主な市道には、採用オートレース場利用者向けに整備された、通称、オートバイパスがある。都市計画道路に指定されている道路はそのほとんどが未改良である。 JR ハブ駅1901年に開業した西日本旅客鉄道山陽本線が通り、ハブ駅がハブアザ各野に設置されている。中心集落からはやや離れている。2011年現在では上下線ともに、36から37本が停車。平成18年度における乗車人員は19万2656人、1日平均では528人である。 山陽新幹線へのアクセスは、隣の朝駅、もしくは山駅隣の新下関駅により可能である。なお1955年12月には、福田停車場の設置請願が出されたものの、実現には至らなかった。意図、根頃下関市を拠点とする三電交通によって、下関市と宇部市を結ぶ国道線が国道1 9 5号沿いを運行している。 地域内輸送については、コミュニティバス、伊都、寝号、寝太郎号が、船木鉄道により運行されており、伊都寝号は、羽生、福田と朝地域を、寝太郎号は、津野田と朝地域をそれぞれ結んでいる。三電交通は、非18本、船木鉄道の伊都寝号は、広くから7本、寝太郎号は、平日3本、土日祝2本運行されている。 1982年6月時点では、三電交通は、普通30本に加え、下関と山口を結ぶ急行バスを18本運行しており、さらに、朝方面のバスも運行していた。なお、これとは別に、採用オートレース上利用者向けのファンバスも運行されている。1967年から2020年11月までの採用小野田市役所ハブ市所。 ハブ公民館、ハブ郵便局、ハブ交番資根地区公園資根神社寺院は羽生に、千、三寺、徳上寺、西念寺、京蔵寺、明蓮寺、福に上京寺、津野田に、吉野理事が所在する。千三寺は、羽生小学校の創立地でもある。神社は、山陽町寺で特筆するものとして、羽生の資根神社、津野田の八幡宮、 福田の福田八幡宮が挙げられている。四根神社は、江尻にあった、ハブ八幡宮を1907年に行使した際に、八坂神社から解消したものである。ハブ八幡宮跡は1910年10月に、四根神社を高等小学校となり、2020年まで活用された。その他、大餅小羽乳などにも神社がある。泉式部の墓羽乳技西四根に、 泉式部の墓と言われる丘がある。国内では十数箇所が泉式部の墓と伝えられるが、羽生においては、正式部内を羽生の子込の松原でお産みになったとか、泉式部が当地で亡くなり、地元の者が石灯を建てたという伝説に仕立て上げられている。山陽商工会議所の公式ウェブサイトも参照。ありがとうございます。